مشتاق あれに要はしたが、まあなんちゃってカルボナーラですね。ちょっと、こちらで完成した。今日はだから3つのメニューを知れるんですよ、皆さん。そう。本当ですよ。なんちゃってカルボナーラとジャージャー麺。そうに座ってるってみんな、まーちゃん。じゃあ、もう、聖書でなんかでも、あの、好きなのに座ってるって言うんですよ。あの、何、あの、風水の様とかやったんだな。風水今ない。風水あるんじゃない？風水の周りあったじゃない。ほら。 そうですね、水分をしっかりと炒めて、これを炒めていきますんですね。だんだんパラパラになってきてますね。パラパラになりますし、はい、いい色。平田一丁目に出てきました。そんだけで平田一丁目に出てまいりました。
ちょっと精度が上達しますね。そうです、OK です。これでもうこの筋肉の形ぐらいは OK です。あとはたまにいいんじゃないの。いや、例とか例とかこれ保存効きますので、あの分かりやすいと思います。ちょっと今日は大体でも冷蔵庫だと3、4日これで